ardent の覚え方。さあ、ardent ちゃんは SVL レベル10で、バスタンにはかろうじて載ってるんですか？このくくりでね、これ見て、ちゃんとここまで覚えましたかってことですか？でもあんだけ細かいところに載ってた割には、97年の第1回とか、99年の第1回とか、2002年の第1回とか、2003年の第1回とか、2020年の第3回も入ってるんですか？まあ、ardently で副詞になって出ることもありますから、言うて。まあ、くくりとしてはこんな感じですか？こうね、こう出てますけれどもね、こうやってね。2020年の第3回がね、これ答えになってますからね。でもまあ、2020年の第3回に出ちゃったらもう出ませんね。もうどうせあなた方ね、あんな細かいところまでチェックしてね、いちいち例文とか検索しませんからね。私はね、わかりやすいように、ardentすぎたらどうなっちゃうんだろうってね、そういうところまでね、ちゃんと調べてるっていうのに、もうダメだ。ダメだかもしれない。しかしまた今日もね、新たなね、もう私にね、恵みをお与えなさるお釈迦様がね、今日はどんなお釈迦様かな？今日は近鉄不動明王かな？ねえ、ありがとうございます言って。で、シグニ大名人は蜘蛛の糸でね、神田に聖なる320円をお与えになるって言ったら、なぜかこの、もうプロフィール画面がお釈迦様になっちゃってね、煽られてるわ、言って。しかしこれもね、ジル品やろ、なんか。もう、かろうじてこうやってな、支援してくれる、お釈迦様のおかげでね、今日も頑張ろうっつって、今日も地獄で神田は頑張ろうっつってね、やるんですけれども。まあ、いかんせん、こんな検索したところでね、再生なんかされんし、登録者も伸びんしな、言うてな、まあ、例文読みますか、例文。これが元々の意味だね。But she was also too ardent.Too ardent, a woman to live without her true love ってね。これは、なんでここ入るんだろうね。スペルミスかね、これね。too ardent woman じゃないのこれ。まあいいや。ardent すぎて、本当の愛なしじゃ生きられないんだ、つってな。じゃあ、ardent って何ですかつって言うからさ、ardent って何ですかっていう前にさっきこれ出しちゃったじゃん。だから要するに元々の意味ね、これ転じてardentで熱烈なになってますけれども、本当の愛がなければ生きられないぐらいのardentな女性ってどういうことですかね。情熱的なでしょ、だから情熱的ですっつって、もう燃えるようなです、放火魔のアーソンと同じです。放火魔のアーソンとこのアーは親戚です。言ってね。放火魔でアーソンつってでしょあなた方どうせ。放火魔でアーソンつって。もう2年前にアーソン作ってます。言ってな。それでいて448回です。言って。もう本当にもうな。何をモチベーションにすればいいのやら。ね、転じまして、in the short run, the desire to live is too ardent for government to stop ってね、ardent すぎて政府は止められないよっつってね、じゃあまあこの場合なんか熱心なかなっつってね、あるいは何ですかこれは、patriotic enthusiasm was too ardent to be quenched by such an accident つってね、もうアホあれだよな。コエンチ言うて。コエンチ言うてな、これもパスタに出てるっつうのに。けどまあコエンチ覚え方作ってないからな。作った方がいいんでしょうね。ardentで熱烈なとか、情熱的なとか、熱心なとか、熱狂的なですか。でもまあ、殿下のジャパンタイムズちゃんがね、ardentで熱心なとか書いちゃってるからね。あるいはなんだもう一つあったぞ。ardent effortで熱心な努力でやってますからね。熱心、もうドタンとか。もう一回でドタンとか。もうほんともううるさい。もう普通こういう生活音はね、気にしてね、エアコンとか扇風機の音がね、あとはドタンとかね、ドア閉める音が入んないようにするんですけれどもね、もうそこまでやる気出ないよ、言うてな。若田子。What ardent employees made ardent? 熱心な従業員が作ったものはへこみです。ねえ、ひどいね、あれね。ビッグモーターね。What ardent employees made ardent? What ardent employees made ardent? What ardent employees made ardent? ビッグモーターひどいよなあれな。なんかゴルフボールを靴下に詰めてゴン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 やったりとか、もう下手すりゃ蹴ったとかな。もう丸っきしやってることこれと一緒だもんな。しかもそれでいてさ、誰一人として逮捕されてないのってどういうこと？あんだけ悪行三昧やって、だってあんなのがさ、あんなのでさえさ、誰一人逮捕されないんでさ、東電の幹部なんかはもう逮捕されるわけにはなんなんな。ほんとな、みんな忘れてるけど東電の方がもっと罪重いからな。こないだまでな、東電の社長とかな、言ってたくせに、今度はビッグモーターで、東電の社長どこ行ったんだよあいつらや、本当によ。だから結局これもね、せいぜいもっとあと2ヶ月ぐらいですか、あと2ヶ月耐えればね、もう元通りに戻ってますよ、あんなのな。もうバカばっかだから、日本人バカばっかだからすぐ忘れちゃうからで、おまけに俺の動画見ないから適当にね、のっけときますんでね、各自見といてください、言うてな。こん中で、そうね、補足するとしたらこれですかね。このアーデントサイクリストはわかるでしょ。で、うんちゃらかんちゃらときまして、ここが面白いですか。バットメニーフィクシーアプシオナードつってね。このフィクシーっていうのは固定バイク、固定ギアのバイク、フィクスで固定だからね、要するにピストバイクですよ。普通後ろに漕いでも後ろに進まないけど、後ろに漕いだら後ろに進んじゃうバイクあるじゃん。それのアフィシオナードで、愛好家、もうアフィシオナードも俺作ってるよ、覚え方。まあ14005レベルですからね、英検1級の外し選択肢でポーンって出たらね、間違いなくね、なんかしたって言うよな。なんかしたっつって大の大人が、ね、覚え方こう。Audio aficionados can't tell difference between a fiction and a non-fiction. Audio aficionados can't tell difference between a fiction and a non-fiction. Audio aficionados can't tell difference between a fiction and a non-fiction. 概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。